皆さん、こんにちは。 10.9 両国国技館のタイトルマッチに向け前哨戦が繰り広げられている現在、中でもジャストファイブガイズの新メンバー X の予想が盛り上がっています。数多くの選手が候補に上がる中で、ファンの予想は石森泰治選手、上村優也選手、中島克彦選手、黒潮イケメン二郎選手、日野雄二選手の5名の名前が多く上がっているようです。 10.9 両国国技館大会での X の初登場となるカードを見ると、ハウスオブトーチャーはジュニア2名、ヘビー1名となっており、 X はジュニアヘビーの選手なのではと言われています。候補者の中でひときわ怪しいのが石森泰治選手。2度筋肉マンソルジャーチームの5人が拳を合わせる画像を投稿し、ファンを翻弄しているのですが、5という数字が嫌いだと明かし、その後も意味深な発言を繰り返しました。今回は匂わせ投稿からから紐解く石森選手 X の可能性について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。 10.9 の X 初登場となるカードはジャストファイブガイズ、太一選手、同期選手、 X 組、ハウスオブトーチャー、高橋裕次郎選手、翔選手、金丸義信選手組の6人タッグマッチ。このカードを見るとジュニア選手が加入するといった可能性は高いと思います。日本人もしくは外国人、年齢は20代から60代、性別は男性ということが明かされ、ほぼ全レスラーが当てはまる条件ではありますが、現在ファンはこのヒントをもとに推理合戦を繰り広げています。金丸義信選手の裏切りによりジュニアの選手が減ってしまったジャストファイブガイズ、新メンバーはジュニアの選手ではないのかといった推測がされる中で、真っ先に候補に上がったのが石森泰治選手でした。現在頸椎の負傷により欠場中、幸い普段の生活には支障がないとのことでしたが、頸部の負傷は引退に直結しかねない体の中でも重要な箇所です。復帰時期は未定となっているものの、トレーニングを再開しており、復帰をまだかまだかと待ちわびている状況。石森選手が X と噂されるようになったのは、自身のインスタグラムのストーリーで漫画「筋肉マン」の超人血盟軍の5人が集まった画像を投稿し、5人が拳を合わせていることから、石森選手のジャストファイブガイズ入りを予告しているものだと捉えられました。石森選手の欠場中にバレットクラブはゲーブ・キッド選手、アレックス・コグリン選手、ドリラ・モロニー選手の加入などで、復帰後のポジションは微妙なところであり、派生ユニットであり、なおかつノア時代からの天敵である金丸選手の加入に納得するのかも分かりません。今年のベスト・オブ・スーパージュニアで翔選手とイービル選手の罠で同門対決に敗れているなど、ハウス・オブ・トーチャーとも因縁はあります。石森選手はインスタグラムのストーリーで「筋肉マンソルジャーチーム」の画像とともに「5」と記されたものを投稿、明らかにジャスト・ファイブ・ガイズの加入を匂わせていました。ただこの匂わせは意見が分かれ、あまりにも展開が見える投稿に加入の線は消えたというファンも増えました。そして3度目となる筋肉マンの画像をつけた石森選手の投稿、しかしその投稿には「このシーンが好きでよ、毎日このシーンを見てる、超人血盟軍の大ファンだからな、でも俺は5という数字が大嫌い、毎日大好きなシーン見てるのに、この5人を見れば見るほどにイライラしてくる、いつ試合ができる体になるんだよ、俺は5という数字にイライラする、もう見るのやめた」と綴られていました。この文を見ると、まだ復帰できるような状態ではなく、5が嫌いということですから、ジャストファイブガイズへ加入すると言われていることに嫌気がさしているように思えます。この発言がされたことでファンはより困惑。 X が加入することでジャストファイブガイズは5人になりますから、5が嫌いだという人が5のつくユニットに入って、なおかつ5人目で加入するのかと言われたら、確かに加入の可能性は低く感じますね。しかしなぜ石森選手は5を嫌うのでしょうか。石森選手と5という数字について月日やユニットなど少し調べてみたのですが、デビューや UWA 世界ウェルター級王座獲得、エルドラド退団、トリプレア世界タッグ王座陥落、バレットクラブ加入、3度目の IWGP ジュニア退官、現在の欠場原因となったベストオブスーパージュニアなどが挙げられます。5人という部分だと、ノア時代所属していたブレイブは5人でした。登竜門、ドラゴンドア時代、怪我の原因など5が嫌いになる原因になり得るものの、
石森選手の感じ方一つですが、その原因としてはどれも薄く感じます。そして次に石森選手はニュージャパンワールドの2021年 5.3 のバックステージコメントのサムネをつけて、実際のところ本当に生まれ変わんなくちゃいけなかったのはお前だよ、石森泰治、何一つ変わらない俺自身を、俺は生まれ変わんなくちゃいけなかったんだ、情けない、5、10、5という数字は本当に大嫌いと投稿。匂わせすぎてて怪しさ満点ですよね。ここまで来るともう無関係で欠場中の暇つぶし、悪ノリなのではないかとの意見も続出。本当に生まれ変わんなくちゃいけなかったのはお前だよ、石森泰治、現在の欠場中の自分の不甲斐なさなのでしょうか。それとも欠場中に自身を見つめ直し、2年前が分岐点だったと感じたのでしょうか。再生、生まれ変わるという意味を持つリボーン、石森選手がよく口にする言葉です。新日本プロレスに新しい景色を作ると言ってきたジャストファイブガイズ、ここに加入して自分自身を再生、生まれ変わらせるということなのかもしれません。さらに5が嫌いというのもありますが、次は10という数字も出てきました。10とは何なのでしょうか。ファンの間では5、10の並びから後藤と読めることから、後藤弘樹選手との関係性を示唆され、後藤選手もジャストファイブガイズに加入し、ジャストシックスガイズ説やケイオス加入説が浮上するなど、まさにカオスな状態です。他にも 10.5 のイービル選手のコメントで、真田お前に点数をつけてやる、ありがたく思えよ、お前は65点だ、あとの35点は頼りの X にでもお願いしたらどうだ、どうせいないんだろうけどな、まあいても俺らにはかなうわけもない、 X なんて所詮10点の野郎だからな、お前はどこまでも行っても残念ってことだ、と口にしていたことから、最初 X として石森選手がジャストファイブガイズに合流するも、 X イコール10ということからハウスオブトーチャーに加入するのではなどの説も上がっていました。シャレの効いた憶測ですが、この語呂合わせの説を推したいといったファンも多いです。そして10月6日は自身の X のフォロワーが 55,555 人となったスクショを貼り、だから俺は5が大嫌いだって言ってんだよ、こうやってみんな俺のことを手のひらに乗せてバカにする、戸惑わせるのをやめてほしい、もう5は変わらない事実なんだから、5、10と投稿していました。とにかく5という数字が大嫌いのようです。この投稿にもハウスオブトーチャー説、ジャストファイブガイズ説などの憶測はつきませんでしたが、ファンタズモ選手のいるゲリラズオブデスティニーや後藤選手とのジャストファイブガイズ入りを予想するファンが急増しました。その中でも面白かったのが、石森選手の X の通知が4だったことから、ジャストファイブガイズ加入という皮肉なものとなっていたことでした。計6回に及ぶ匂わせ投稿の真相は 10.9 当日までお預けのようです。ヒールを離れ生まれ変わるのか、はたまたヒールの中で生まれ変わるのか、石森選手の選択に要注目です。いかがでしたでしょうか。今回は匂わせ投稿からから紐解く石森選手 X の可能性についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。